ゆうげんだのポスター聞きに行きます。げんだくん、はい、あ、もうすでにお客様が、津口さん、すでにお客様が、いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこういうタイトルなんですけど、16年の8月に台風が何個も上陸したと思うんですけど、そのうちの一つの第4ロックってこう変な動きをした台風で、こういう感じで来てる時にその、まあ、こういうなんていうか台風とこの辺の対流域が結合してこうなんていうんですか、この変なコンマ状の雲になってるんで、これが何なんだろうっていうことでちょっと発表してみます。これは早く対流と対流域と対流のフィッティングがくっつちゃって何でだろうことを見て調べてみました。それでとりあえず水蒸気の流れを見てみようということで、まあ、見てみたんですけれども、まあ、仮想はそんなに、まあ、やっぱり仮想の空気の方が効いてみました。湿潤だったんで、まあ、そんな見えなかったんですけど、その上層の300、500、300の中層上層で見てみると、その、まあ、その流れとしてこう台風側からこっち側に行って、でちょうどこっち側この辺に寒冷低気圧があって、で、まあ、その多分南東側でできた台風かなと思いまして、でその個人的にはその台風が引き込んでるのかなっていうふうに最初思ったんですけど、逆でその寒冷低気圧の方にこう流れていくような感じになってました。北西に向かって流れていくんだ。北西に向かって流れていく。西風ジェットじゃないんだね。じゃなかった。でもこれだけ見てみてもちょっとこうやっぱりその風見てみるとやっぱ渦の循環の方がちょっと強いっていうので、まあ、スケール的な問題でこっちに巻き込まれていったのかなっていうふうに見てみると、あ、そんなバカでかい渦を言ってるの？どれぐらいのサイズのこと言ってるの？でも結構これくらいで、まあ、寒冷低気圧なん でそれでしかも結構トラフも深まってるんで、そんなでかいの？まあ、蛇行か。あ、大きな意味での蛇行なのか。はい、流れ500の流れで見るとなんか、まあ、こういう流れか。本当に東高線を多分にかけてもらった方が、あ、分かりやすいですね。なるほどね、はい、なるほどね。それも蛇行して、蛇行しすぎて、はい、北西にまでうねりすぎちゃったっていうような場所に台風からの吹き出しがちょうど重なったような感じ。吹き出しが重なった感じで、まあ、こう流れてくる。でも多分水平、その水蒸気の水平というグラフだけ見たとしてもこんな8ミリとか8グラム、9グラムって結構大きいわけかなって思ってて、そういう流れがしかもここもあるし、ここもあるんですけど、こっちはもうなんか吹き出しの影響なのかなっていう、ちょっと疑わしいところもあったんで、延長かなって思って、ちょっとこれ雨も降ってたんで、その前線の構造みたいなのも調べて、上だけじゃないのね、はい、下の方から来てるんじゃないかっていうのも見たかって、下のその雨降ってるちょうどところも見てみようってことで、はい、こっちがその前線、仮想で雨降ってて、その前線帯の、うん、構造を見てみようってことでちょっと見ました。で、まずそのこの辺がちょうど近畿地方で雲がかかってたので、うん、近畿のその近畿に絞って見たんですけど、ちょっと見にくくて、あ、なんだこれ近かったかないですね。なんか全部、あ、ちょ、これなんかミステイクを発見した。キャプションがおかしいんですけど、はい、850ヘクトパスカルの相当音と、水平風を書いてるんですけど、まあ、ここで、まあ、東西に相当勾配見えきてて、まあ、前線みたいなものも見えるなっていうのと、あとまあここで水平風収束が出てたので、まあ、それによって、まあ、なんか前線と水平風収束の上昇流っていうのもあったのかなというふうに、はい、見えました。でその延直ラムを撮ってみたんですけれども、
っちが相当多いのみで、こっちが、皮質と粘着球速度。右側が北に、南になってるの？右が東。東か。東西か。東西で切りました。やっぱり粘着弾って場所はね、なるほど。と、相当ワインが連続に立ってるっていう状況だったので、中立、その清掃をなし、出陣中立、ナポの清掃をなしていたっていうことと、あとその、この135度ぐらいにちょうどこれができて、135度で見てみる、このちょっと前ぐらいで見て、東側で見てみると、まあ、このちょうど前線に沿って、前線の上でやっぱり上昇流もできてて、それによって、まあ、対流圏上層まで水蒸気が輸送されているという。なるほど。これでただ単に横から吹き出しただけ だけじゃないよと。しっかりその下側の下層の暖湿な台風下の暖湿な空気感とかがやっぱり下からもちゃんと持ち上げられ て上の方まで行ったからこういう水蒸気の流れができたのかな。まあ、もちろんこう水平風の輸送もあると思うんですけど、はい、下層からも輸送かなと思います。なるほど。で、はいはい、今雨が降ってたんですけれども、多分雨が降ってて、その、まあ、ここで見たら中立な清掃になってたのかなっていうことで、多分雨降ってまた不安定化して、でまた水蒸気供給されて、こうなんかどん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 こう不安定と安定を行き来する形になってて、長い間こういう状況で。長い間ってどれぐらいもそうなった？このまま台風はこの北海道の方にこう抜けていって最後こう合体しちゃうんですけれども、その間もずっと台風でこう普通のままできていくんで、何日か、これが29日で合体するのが31日とかなので、あ、丸2日ぐらいずっと移動するっていうのは場所はちゃんと合わせると、はいはい、そうですね、もう一緒にこうなんか最終的にはその寒冷渦に引き込まれるような形で合体しちゃうんですよ。台風より強い、強いというか、まあ、大きな循環ってこと。飲まれた、はい、台風を飲み込むほどの大きさってことですね。台風の弱化がその、まあ、温帯化しちゃうんですよ、この辺で。そのプロセスは調べてなくて、だから、まあ、どれぐらいの強さの時にその引き込まれ始めるのかっていうのはちょっとまだ調べる前の段階なんですけど、はい、まあ、そういうのがありましたよっていうのがここです。はい、でもこっちが、そうで、そこ仮想で前線ができてたってことです。前線形成関数で、あの前線強化に何が寄与してたのかっていうのをまあ見てみたんですけれど、フロントジェネシス、フロントジェネシスですね。フロントジェネシス見てみたんですが、その、まあ、項を4つほどに分けることができて、そのうちの水平風が寄与している、その要は発散、はい、ダイバージェンスの発 散、ね、はい、発散項 と、はい、あと変形項、その視野項です、はい、それで、あの、まあ、場の変形が顕著に見られてた、で、その、あれはなんだ、陰直風が寄与するところと、被断熱光っていうのがあまり出てなかった、まあ、ちょっとよく分かんないなと思ったんですけど、もしかしたら、本来温位で、温位の水平経度を取って、それの時間微分を取るんですけど、はい、ちょっと台風いたんで、その水蒸気量が多いかなって思って、ちょっと相当温位の方で見てみようかなってして、はい、相当温位の水平経度の時間微分を取ったんですよ、はい、そこがもしかしたら温位でやった時とちょっと違うのかなっていうのをそこまで確認してなかった。相当温位で前線係数関数って、はい、あまりそういうのもあるの？いや、僕が勝手にやりましたそう、ちょっとなんか水蒸気考えなきゃダメなんじゃないかなとか、なんかいろいろ考えたんですけど、結局水平風しか変わんしないから水蒸気関係ないのかな。もしかしたら相当温位でやったら、それは前線係数関数はやっぱりもともとドライな話だよね。はい、で温位でやっぱやるべきなんですけど、なんかまあ勝手に外温位かなと思ってやってみたら、はい、そうだったっていう話なの。あま
まり良くなかったんで、そこはなんだそのだから、はい、序章だとかなんだその被弾熱っぽい話の中に、はい、相当位でやるとなんかなんとなく混ざっちゃうのかなと。混ざっちゃいますよね。だから混ざるのか結局あんまり変わらないのか分かんないけど、本意でちょっとまだ見てないから、そっちもまあ別にダメかなとはちょっと。破産後が大きいのは別に悪くはないと思うけど、はい、これは多分あんまり変わんないと思う、うん、まあよくある話ってことだよね、はい、結局ね。そうですね、はいはい、よくある話ですけど、そのなんか収束としてこの位置関係が大事だったのかなっていうのが一つありました、うん、何と台風がここにあって停滞した位置がたまたま良かった、はい、たまたまこの位置関係でこの距離だったからこういうのが出てきたのかなっていうのが一つ今思ってることで、そのさ前線っぽい、はい、ところと台風との連結部分ってどうなってるんですか。連結部分要するになんか前線は前線でなんだろう、はい、こう結構立った構造があるわけだよね。ここ、はい、ちょうどここ、ね、どこから台風なのこれここ台風なんで、ここは車で見ると台風の内部までその前線っぽいような構造が突っ込んでるんですか。突っ込んでなかったんですよ、うん、そうなんでそこまで崩れてない。台風のアウターバンドなんだよね、途中までは。はい、そうこの辺までアウターなんですけど、うん、この辺の対流域がこうどんどんアウターバンドとその前線構造がくっつい、はい、どっかでくっついてるんだよね。くっつきます。あと九州のちょっと過ぎたぐらい、この本州に入り始めるぐらいからくっつき始めて、でちょうどこの時間でガシャッとくっついて、まあ、だからたまたま通り過ぎるときにくっついたように見えるぐらいだったら偶然だねって話だけど、でもくっつき続けたんだよね。そこには意味があるんだよね。くっついたまま行っちゃったので、うん、でその連結部分が気になる、はい、でそう連結部分が気になってちょうど雨降ってたんで、どういう状態で連結部分が一番雨降るの。雨降ってました、はい。へでそう、この空気がどこから来たのかなっていうのはちょっとプロジェクトで、これもあれ、次書いてないんですけど、こっち、ここがやっぱ29日、一番この前線に対して、前線の前面、後面で空気がどこから来たのかなっていうのを見て、はい、この一番手前のこの辺が29日で、そこから、これが何日まあ、4日前ぐらいからちょっと出ているんですけど、やっぱりこの前面側収束あった時のこの東風成分は、うん、まあ、台風から出てきて、こっちも面白いっていうふうに分かったっていうのと、こっち側が乾いてる方なんで、台風に比べたらやっぱ乾いてるんで、そこでやっぱぶつかって雨が降るっていう状況になったのかなっていうことも分かりました。で降水帯 のできた要因がその、まあ、いわゆるその豪雨とか大雨をもたらすような、まあ、状況だったっていうのは、その、まあ、結果としてはあって、まあ、そんなに面白くはない結果になっちゃったんですけどまあ面白いんじゃないですか面白い結果だったんですけど、やっぱその、まあ、UCL の方の循環の方が強いっていうので、うんうんうん、台風でもこの台風のUCLに巻き込まれる可能性はあるっていうので、はい、まあ、その警戒というか防災的に警戒が必要かなっていうものもちょっと言えるかな。あんまりUCLを気にして大雨だどうだこうだ言う人は、はい、まあ、マニアックな人だけだよねもうちょっと言ってもいいかもねっていう。もうちょっと言ってますね。で、まあ、これからちょっとその水的な話で見てみようかなって思ってまして、そのまあ、そうまだ渦井全然勉強できなくて、うん、まあまあ書いただけみたいな感じになって、そのあのこれを延直で切って、その台風に近いところの渦井とちょっとこう離れてっていうところで切ってってやったんですけど、これはあの縦軸がその気圧が行動具合になってないそのまま通り抜けて書いてあったんですだから多分なんか違和感がある図なんですけど、はい、まあまあいいんじゃない、まあ、そこはちょっとこれから頑張ってプログラミング頑張ります、はい、何のために渦井を見たいんだっけ。渦井はその、はい、ここですね、降水帯が本当にこれだけだったのかっていう
要はそのあ上から物が降り、はい、乾燥空気がどれぐらい降りてきたかみたいなことは言いたいの。そう、なんかがあるのかなっていうふうにちょっと思って、これだけ降りてきてるからちょっとどうなんじゃないところはあるかなと思って今後の課題です、はい。あとできたらなんですけど、そのこっちにある渦と台風の渦 その半径、うん、この2つの距離がどのくらいになるとその相互作用を起こすのか。なるほど、はい、カップリングして、うん、そうそう、どっちかが飲み込んだり敷地がどの辺にあるのかなっていうのをちょっと調べていこうかなとは思います。そうだね、もうちょっと離れてたら引き込まれなかったんだろうね。そうですね、もしかしたら、もし、あとはもうちょっと動きが早かったら振り切れたかもしれない、ね、振り切れたかもしれないし、この寒冷低気圧がそのスケールがちょっとちっちゃくなってたり、うん、蛇行がそんなに大きくなかったらもしかしたら台風はそのまま北海道の方行かなかった、横切らなかったかもしれない、うん、っていう。あ、調べたんですか、それの。これを調べたんじゃないですか。あ、今回はこれ調べました。最終的に持っていきたいところが、その、そっちなんで。深い谷、トラフに、はい、じゃあこれは何の話か。これは、今回、気になりすぎて。僕が。台風が取り込まれるのを知りたいなと、そこに台風を調べるとか、調べるというのは、これに興味があるのかなと思って。そう、こっちにも興味があるんですよ。その大連機南東側でできるって言ってて、でちょうどこの南東側にできてて台風も南東に位置してたんでくっついたっていうので、そういう場合ってどうなるんだろうっていうので調べてみたいと思います。でも興味は、はい、まあ、興味は最終的にはそっちなんだ。いや、僕はこっちの方が台風来たらこんなに長くて、僕はあんま見たことないのと、はい、トラックと台風が間にできたりしますから。そうだね、独自性はそっちの方が出そうな気がする。台風が分離できたんですけど、あの時は停滞して動かなかったんですよ。でも、はい、今現在の話が動いたんで、一緒に動いたってことで、そういう違いが何で起こったのかなって面白そうで、ちょっとこのトラフと台風でこの前線なんかも当然見てるんですけど、これ相当いいの、はい、僕も気象詳しくないんでよくわからないんですけど、前線がすごい上までしっかりした構造、こんなのないよね。めちゃ大きいんで、なんか梅前線の時とかもなんかこんな直立、直立でこんな上までガツンと行くのはないよ。いいけど大きいので、で見られてるの850じゃないですか。だから上がどうなってるのかなっていう。もっと上、上層300とか。上層のその前線高度が、これ850だけですけど、もっと上まで行くと上層平均の結構あるとかって、そういった結構延直スケールの大きい前線がそこにあったっていう。確かに面白いな。台風の暖気が入って、寒気が入って、下層だけじゃなくて上層まで直立でズドンと行ってるっていう前線構造、そうそうないよねっていうのは面白い。台風が延直構造深くて、うん、こっちはトラフなので、はい、深いトラフだったら下層まで相当影響を及ぼすから、うん、多分そういうのが兼ね合いで結構延直スケール大きい前線ができたのかなと思って、ちゃんと調べないと相当な話だったので、はい、そういう意味ではここにそういったすごい深い構造の電線ができたっていうのが結構面白いな、うん、わお。これ上層寒冷低気圧って言うけど、はい、上層だけじゃないんだね。だから下まで結構相当下層まで入ってこれは、うん、これ折りすぎだよね。まあ、なんかまあそこ書き方あるかもしれないけど、相当普通のよくある UCL より相当下まで降りてきてるってことだよね。それが尋常じゃないからその連結できたっていうことかもしれない、ね、なんか設理したかって言われると、なんか天気図上では設理はしてる、500円プラスから天気図上では設理してるんですけど、これで見るとなんか PV で見ると完全な設理はしてなくて、設理はい、海面がすごい固まってるから、はい、なんか気圧面で見ちゃうとなんか分かれてるように見えちゃうかもしれない。ああ、なるほど。見るとちゃんと、なるほど。すごい傾く領域だから、やっぱり面的に見るんだったらやっぱ海面で見て、はい、まあ、まあ延直見るんだったらまあ気圧で見た方がイメージはしやすいかもしれない。なるほど。本質的には設理してないってこと。結構スルって伸びてるの海面で見るとよく見えるので、なるほど、はい、
に見るんだったら、ほどほどその多い面で見た方が綺麗に見えて、特にこの亜熱帯から中度帯のあたりってすごく違って見えちゃうんです。気圧面で見るか、多い面で見るか。だから多い面で見るっていうのは結構いいと思います。素晴らしい。これ空の入ってくるときに考えた時にやったら音程からプロセスに多分入っていくんだと思うんですけど、はい、その前にこういうのができてたっていうのが、はい、いつも見えるものなのか、はい、ガイドだったり最後にこうテクセントというのがあるときに、はい、こういった何回現れるのができるのか、それとも今回の事例だけがすごい特別だったのかっていうことがそうなので、はい、似たような状況を他の事例で見つけられたら、こんな深いの見たことないよ、あまり見たことないんですごい珍しいと思うんですけど、はい、台風15号っていろんな意味でも結構いろんな調子がすごい着目点はやばいですね、はい、独自性が出るね、きっと面白い、うん、事例としてはすごく面白い、はい、それをちょっとじゃあ深く見るところがいっぱいあると思うので、はい、だから、はい、その音程化の方に最終的に興味がある、音程化というか、その台風が取り込まれる方に興味があるんだったら、はい、その前にこんなものができたのが、その、はい、取り込まれるのに何か聞いてんのか聞いてないのかっていうところの観点で見られると、今のやってる解析は無駄にならずに、はい、なんかちゃんと待ってたそっちが興味でも、こっちにせっかくやったんだから、なんか関係として優しいありがとうございます。つぐっちゃん優しいな、心配なんです、はい、プロダクト作成者の方です。私が計算するのに、これを計算するために担当者がすごい苦労して、いやそうなんだ、一生懸命作ったやつで、なんか成果が出ると嬉しい。多い面プロダクト、多い面のデータとしてそのまま出てるものがあるんですか？アウトプットはモデル面なんで、うんうん、そこから面に焼き直すし、すごいこうめんどくさい計算をやってる。ああ、そりゃそうだよね。あ、そっか、それ自体をデフォルトでジェラに入れてるんだもんね。もともとそっちの方がデフォルトのプロダクトして、ジェラの入ってなかったやつなんで、それを頑張って作って、そうか、確かに、そのまんまやるの、そうだよ、自分でやるの大変だもんね。一応自分でプログラムを作ろうとしてる、その P125 の方から頑張って作ろうと思ったんですけど、やっぱりエラーで動かない。いやなんか結構ね、ある程度いろいろね、なんかやるのに、あの式の変換頑張ってやってたんですよ、本位面で UV 出すのどうするかみたいなので、2日丸2日かけてるのがもう一応できて、それをプログラムにして回したら回らない。なるほど。来週中には。めんどくさいんだ。でも、いい。使わせていただきました。はい。ありがとうございます。はい、健太君、お疲れ様。ありがとうございました。